お元気様です。クルメジシュースの平です。本日は、とにかく0点でもいいから共通テストを受けてくれということをですね、お伝えしておきたいなと思います。もうこの教科0点になりそうだから受けないとかね、もう点数低そうだから受けないとか言うともったいないです。もう本当に低い点数で合格してますので、で、それがセンターの時でさえ低かったのに、今回共通テストめちゃめちゃ低いですから、もう0点の連発だと思います。合格者の多くが0点、0点、0点みたいな感じになると思いますので、0点の教科があってもいいので、とにかく0点を言っていいから点数を取ってもらってですね、出しましょうということです。はい。そういう生徒さんたちが合格しますよと。最後の最後まで頑張り続けている人が合格しますよと。だからもう点数低くてもいいんですよ。とにかく諦めて、さっさと諦めて、もう受けないというような感じでね、もう理科は受けないと。もうどうせ英語、国語、社会だから理科は受けないとかね、数学だけちょっと受けとこうかみたいなぐらいのね、そういうような感覚はもう非常にまずいですから、そこだけ抑えてほしいなと、まあ、話をしていきます。久留米実習室、私は経営していますが、オンラインの方々は月額1万円の定額制で、教材費や消費税なしですよとです、ね、本校舎が40名、オンラインが60名、1人で、私は100名までは教える限界だと思いますということですね。もうだいぶ埋まってきましたから気をつけてくださいね。もうこれって言われてもちょっとそれもないですと言われますのでね。はい、ということで0点でいいから受けてねということで、福岡女子大学に受かった生徒は数学 2B は7点でした。今年ですね、まあ、もちろん俺数学 2B 使ってないんですけどね、まあ、一応受けとくだけ受けた方がいいんですよ。もしかしたら 1A、2B 両方使うっていう大学を受けることになったかもしれんからですね、まあ、一応福岡女子大だったので 1A だけでよかったということですが、まあ、佐賀大学古文で出して受かった生徒は古文0点でした。で、福岡大学も受かってます、まあ、西南は落ちましたけどね。で、立命館アジア大学に受かった生徒は古文が5点でした。センター試験の話ですけどね。で、センター試験のこの古文5点で立命館大学に出して、それで合格してます。だから立命館アジアと西南と福大全部受かってます。古文5点ですね。はい、受かるんですよ。ですか？はい。だから西南と福大はまあセンターでは出してないと思いますけどね。まあ立命館アジアはセンターで出してるんですよ。で、古文5点で出してるんですよ。俺で合格してます。はい、ということでみんなも得点できないということです。ですね。今回共通テストで難しいですから、みんなも点数低いので、もう共通テストはボーダーが下がってくるから、低い点数でも構わないので、とりあえず受けてみましょうとですね。受けてないのがもう最悪です。もう出せなくなっちゃうから、受けてないということは出せません。それはね。で、本日の内容として0点でいいから受けようということとおすすめ動画で、0点で私立大学型をもう蹴散らしちゃいましょうと。私立大学型は3教科ですからね。5教科型にするんですよ。0点でもいいから。そうすると蹴散らすことができます。で、理科社会90点、70点の法則ですね。もう最後の最後で一番大事なところの情報をお伝えします。もうここら辺でも皆さん脱落するだろうからですね。最後のところで、一番大事な情報を開示しますが、まあ一応それでも、教えないところは教えません。開示しない部分はあります。はい。で、最後にコロナの報道が終わっちゃったということで、コロナ報道が終わったら逆にも危険な状況に、コロナで危険な状況になりますよね、ということで。はい、おすすめ動画です。74番は2931回、25番の動画は1343回というような感じで、これだけ再生されてますんでね、1000回とか再生されてるので、見ておいてください。おすすめです。ここに番号振ってますからですね。この番号のやつを見てもらったらいいです。はい、よいしょ。さあ、ということで、0点でいいから理科社会を2つ取りましょうと。ですね。もう2つ受けてないと出せないっていう学校があるからですね。だからもう理科とか社会は1つしか出せないっていう、1つで受けられるような私立型の生徒がいますから、1つ勝負だと勝てないんですよ。ですね。もう本当に理科や社会をやり込んでる人っていますから、一教科、理科1つだけでの勝負、社会1つだけの勝負、もう勝負になりません、こういうのは。となると、日本史が90点、公民で0点とかね、物理が90点、科学が0点とかでもいいから、2つで勝負した方が受かりますよと。そしたらこの2つでやる場合、1つしか出せない生徒出せませんからね、そこは。私立型が嫌がるようなところをやるということですね。もう優等生が嫌がること、嫌がることを皆さんやりましょうねということです。僕優等生だもんって言うかもしれんですけどね。もうそういう子は知らない。もう本当に。だから同じ理由で0点があってもいいから5教科型で狙いましょうっていうことです。要するに。理科を2つっていうのもそうですけどね。基本的に5教科型ですと。
だ英語、数学、理科2つで三教科型とか、それも厳しいからね。もう英語、国語、社会2つの三教科型じゃなくて、五教科でいきましょうということですね。だからもう捨ての対象というのはものすごく有効ですから、もうやばい、0点しか取れないというところは、もうそれであえて0点でもガーンと勝負しに行くわけですよ。だから勝ちます。ですね。はい。ジョーカーみたいなもんです。はい。ジョーカーカードみたいなもんですから。さあ、そういうことで、ほとんどの生徒が脱落しただろうなというところで、最後に一番大事な情報をお伝えします。前にもお話したと思いますね、これは。理科とか社会は、二教科型で受ける場合は、片方を90点、片方を70点にしなさいと。ね、物理を90点、化学を70点とか、あるいは日本史を90点、世界史を70点とかいうような感じでね。そういう形で二教科で受ける場合、片方は下げてですね、多くの生徒は80、80という形の160点狙いという子が多いです。でも80、80の160というのはありえません。だから90、70の160の方が可能性高いですから、こっちでいきましょう。その理由を話していきます。まあ、今年、鹿児島大学の工学部に受かって、今、うちで大学1年生で働いている教え子なんですけど、理科2つですね、片方は86で片方は62でした。私の言いつけを守って90点狙い、70点狙いという形でこの点数になったわけですね。はい、そうなりますと、まあ、鹿児島大学って何なのかちょっと二次試験理科一つでいいんですよ。ということは片方の方だけ頑張ってるからこっちで、二次試験を受けたんでそれで合格したんです。ですね。これが80点狙いとかだったりするとですね、まあ、実際74とか70点台になっちゃうわけですよ。80点狙いだと。その程度の点数では鹿児島大学の二次試験の理科通用しませんのでね、やっぱ86とか90狙いぐらいの理科頑張っておかないと、もう二次試験の理科が勝負です。もう数学とか取れませんから、二次試験はですね。もう理科勝負ですので、とにかくそこで頑張りましょうということですね。文系の生徒もそうですけど、もう私立大学とか受けるときに、やっぱりそういうふうな点数取れるようなので、いかないと、80、80狙いぐらいの中途半端な点数で私立大学を受けたってもう受かりませんから、もう私立大学を受けることを考えるなら、もう共通テストとかですね、もう理科とか社会は90点を狙わないと、もう私立大学使えませんよっていうことですね。だから片方90点狙う以上は、もう片方はまあ70ぐらいでいいから、合わせて160ならそれでいいじゃんっていうことですね。はい、というので二次試験でも理科が一つとかですね、そういったところありますから、あるいは社会が一つとかいうふうな二次試験もありますから、そういうのを考えると片方に重点しておきましょうということです、ですね。でもこの子なんかも久留米高校の下から何番目とかいう子だったからですね、本当にめちゃくちゃな成績でしたけれども、1年間で頑張りました。そこまでよう行きましたよ。防衛大学も受かりましたからね、福岡大学も受かってますから、だからそういうふうなところはやっぱり理科一つを徹底的に鍛えていたからですよ、ですね。で、90点狙いだと4点しか下がらなくて86なんですが、70点狙いだと8点も下がってますね。いいですか。だから中途半端な点数の取り方をすると定着してくれないんですよ。ですね。だからこういうのは高得点狙いだと定着してくれるんで、ほとんど下がりません。90から4点下がるっていうぐらいですね。だから80点狙いとかそういう中途半端な点数だと、じゃあ4点と8点で間で6点ぐらい下がって74、74ってなるのかなと。80、80狙いなら74、74かなというと、そうはならんわけですよ。もっと下がったりするんですよ。こんな80点とか中途半端な点数の取り方しかしないんじゃね。もう理科とか社会なんちゅうのはもう90点取っていいから、満点狙っていいような科目なので、もう9割狙いに行きましょうねっていうのが基本です。ただちょっと今回の共通ですとかなり難しいから、こんな80何点とかね、90点前後の点数は、ちょっと取れんかなっていうのは思いますけどね。はい。ということで、まあ、それが表の理由です。ですね。で、裏の理由もあるんですけど、それはさすがに教えません。1億円積まれてもそれは教えません。ですね。はい。裏の理由もあります。これはですね。地元の久留米市内に、あるすごい社長さんおられるんですけどね。東京の情報をいつも、そうやってすごい中枢にあるような情報を引っ張ってきてくれるんですけれども、まあ、この社長さんが、まあ、ですね、もう1億円の工場の機械を最近ドイツかどっかから買われてですね、やってありますけれども、勝負だーっていうことですね、やってありますが、その一応、まあ、工場ですから高卒とか集まるわけですね。18歳、19歳とかの若者が、高校生と同じくらいの年齢、浪人生と同じくらいの年齢の若者たちがいるわけで、
まあ、その子たちを指導していると、なるほどということですね。こうやって指導すればいいんだということが、その人は分かったということですね。ああ、すごいですねということで、早速それを利用して、こういうふうな大学受験戦略を組み立てましたので、これに沿ってやってみてください。いいですか。これすごく大事です。90点狙い中ですね。はい、ということで、やっていきましょうかね。以上ですね。今日私が話したいことは以上です。10分経ちました。ということで、あとは、私のコラムということで、まあ、今回のマスコミですね、まあ、すごくコロナ報道を繰り返しやってたんで、おかしいなと、何やってんだろうな、こいつらというふうに思ったんですが、まあ、結局これ何なのかっていうと、結局安倍おろしをしたかっただけなんですね。安倍総理を引きずり下ろすために、いろ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 報道で安倍総理を引きずり下ろそうとして努力してたんですね、テレビや新聞はですね。で、何が一番効くかなということで、ずっといろいろ報道していったら、コロナ報道がすごく効いたと、安倍総理に対してですね。安倍総理がもうフラフラになったのが、コロナ報道に対することで、もうこれを繰り返し繰り返しやっていれば、安倍総理は辞任するなということですね。早く辞任させたいというのが、マスコミ側の意図にあったんですね。だからそのためだなというのがよく分かりました。今回辞任ということになったら、ピタッと止まりましたね。コロナ報道がピタッと止まりました。なんでかっていうのを安倍総理が辞任したからです。ですね。ということで、これからものすごく冬場で厳しくなってきます。もうウイルスが激しくなってきますので、インフルエンザとかでみんな免疫力が低下する。つまりコロナでたくさん死人が出てしまうという時期に、コロナ報道がピタッと止まっちゃうわけですよ。これが非常に問題ですね。これからコロナがものすごく大変なことになるんですが、もう報道はしなくなるということで、ますます状況が悪化していくということですね。こんな夏場の一番ウイルスが弱っているようなですね、みんな免疫力が高くなっているような時期に、体温を高めにしておくといいんでですね。ということはもう夏場のすごく暑い時期っていうのは体温高めになりますから、ものすごくいいわけですよ。で、冬場のやばいことは体温が下がっちゃうからですね。もう体温低くなると免疫力も下がります。体温はちょっと高めに、37度近くの体温がいいと言われています。37度近くですね。ちょっと熱があるかなというぐらいの体温が一番免疫力がいい状況なので、冬場はもう体冷やしますからね、体温下があるんで、もうスペイン風邪と同じように CDC がですね、アメリカ CDC がもう年末年始日本でも10万人から20万人はお亡くなりになるだろうなというスペイン風邪での前提にした今そういう戦略を立ててますね。おそらく日本は10万人か20万人、今年の冬、来年の冬もですね、これから2年間続けて12月1月とかは10万人から20万人がお亡くなりになるだろうということですね。だからもう今この夏場であっても、今福岡県と沖縄県だけ、全国で福岡県と沖縄県だけコロナが増加している傾向ですので、もう非常に福岡県まもなくロックダウンになると思いますよね。福岡県知事もそろそろ緊急事態宣言ということですね。で、福岡県内の企業はもう毎月1万円の売上ダウンというふうに言ってます。1億円の売上ダウンということで、もう福岡県から脱出するしかないということですね。もう福岡県内の企業という企業が福岡県から脱出と、福岡県と沖縄県だけすごくひどいからですね、まあ、東京もひどいけど、もうとにかくここら辺だけはですね、もう福岡県は年間で1億人ぐらい外国人の往来があるのかな。観光じゃないんですよ。観光じゃなくって大陸との入り口だからですね、貿易関係で外国人がわーっと来てるんですよ。だからどうしてもやっぱり福岡県っていうのはコロナだらけになっちゃうんですよね。ものすごい東京が世界の首都というふうなことでいくと、福岡県はアジアの首都みたいなもんですから、アジア地区の全部が集まってきますんでね。ということは、アジア地区で流行っているコロナが全部福岡県に上陸してくるということで、福岡県がめちゃめちゃなのはしょうがないです。沖縄はどうなんだろうね。アメリカ海軍がとか言ってたけれども、遺伝子検査とかをやったらどうもアメリカ型ではなくて他の方らしいんですけどね。中国型とかスペイン欧州型とかあると思うんでですね、何型が沖縄に上陸しているのかと、もう福岡県はしょうがないです。もうズタズタです。ボロボロです。でさらに言うと、夜の街なんかに、夜の街がですね、もう外国人が経営している夜の街は全然言うこと聞かないでずっと営業しているそうですから、もう感染が爆発しているみたいですね。はい、ということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。
下の方に私のブログとかお問い合わせシートありますので、連絡を送ってみてください。電話番号も書いていますので、連絡電話してもらっても結構です。はい、以上です。